ハルモニアこの愛の果ては、1998年7月11日から9月12日に、日本テレビ系で放送された、テレビドラマ、全球回。原作は、女たちのジハードで、直木賞を受賞した、篠田節子の小説、ハルモニア。原作よりも主人公の年齢が下げられている。百九十九年十二月十二日に、前後間で、VHS 化されているが、 DVD 化はされていない。音楽大学でチェロを専攻する、東野秀幸は早くに両親を亡くし、心臓に重い病を抱える弟、ケンジとの二人暮らし。生活の面倒は、両親の古い友人であり、また交際している安子の父である、大学教授の山岡に見てもらっている。ある日、弟の高校受験を前に何かアルバイトをしたいと、山岡に申し出た秀幸は、 リゾート施設、泉の里でのチェロ講師を紹介される。しかし、リゾート施設とされたその場所は、実際は、社会から隔離、閉鎖された重い精神病患者のための施設だった。担当の深谷に案内され、秀行がチェロを教えることになったのは、ウェルニック不全症候群という言葉を理解できない、病に侵された女性、雪だった。雪にチェロを教えるにつれ、 秀幸の周囲では不可解な事故が多発する。それらはゆが引き起こしていた。他参照宇宙船 YB1999P100。ありがとうございます。